今回の実践ホールは9月にグランドオープンしたばかり、兵庫県宝塚市にあるみくちゃんアリーナ宝塚店。前回の大馬さんが思いのほか好調だったんで、今回もちょっと挑戦してみました。今日は出玉の人数を、なぜだかよくわからないんですが、朝いきなりこのコスチュームを渡されました。ということで今回は忍者で、忍術でと思いきや完全にスカってますね。タイミングがいっぱいずれた。さあここからマジックのようにね、ちょっと番号をね一桁に変わることない。番号は変わりませんでしたけど、寝台整理券いただきました。いいか、もう飽和状態やからな、動画がな、番長な、初打ち打ち納めぐらいいいかな。見せ場なかったらすぐ行こう、バットマン。え、バットマン。ということで入場、やはり忍者らしくね、軽やかにニンニンと行きたかったんですが、なんと目の前に番長があるというわずか2歩ですね。道が短すぎた。ということでね、忍者はもう終了。無茶ぶりすぎるわこのコスチューム。もういきなりお滑るやった俺。さあお滑るからね、スカッと仁王門に行ってくれればね、すごい楽なんですけどね。ここからここからと思いきや何もないっていうね。基本的にはもうすぐ、もう前兆じゃないとおかしい。お滑る。で全長63ゲーム。そのまますぐ研修。しかしこの研修から発展したのは食堂というね。この後仁王門行かへんのかな。なんだそれ。これはもうすでにまずいな。馬ある？馬あるか？馬。あ、まだ仁王門の煽り入ってるな。これは仁王門行く流れやな。驚き入ります。そんなバカな。バカでもなんでもなくね、このあとリアルに入らないという。勝敗だけで考えたら俺はもう移動せなあかん。投資150枚のうちに、まあ番組やしな。さあそしてあっという間に200ゲーム台。なんとかここでものにしたいところだね。これは当たる流れじゃない。前兆はなかなか良かったんですが、どうも研修の煽りがいまいちという。次回はここないか。花火とか行きたないよな。ないか。あるかな。あ、いいんじゃない。ある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 。よかったな。何で当たったんやろな。今の弁当箱じゃない。まあ間違いなくゲーム数でしょうね。希望的観測は弁当箱なんですけどね。ほらいいよ。はいはい。まだよまだよ。おい、あと3個。見える？見える？どっちだと思う？
一直線。ここで何か引こう。こんだけ2択当たらんか。いいよ、1個つけよ。おお、つかへんな。あと2個ね、あと2個ね。おい、つけよ。まだまだ、落ち着こうな。つかへん、つかへん、つかへん。あと2個。ちょっと期待したのに。あー、ちょっとあかんな、今の弱いな。そしてお決まりのパターンですね、特定役ゼロで番長ボーナスが終了。ちょっと早くも敗戦の匂いが漂ってますよ。忍者のせいやな。お、お、滑る4回目あんねやろ。あるんでしょ。 あるよねな。さあ、ラストチャンス。え、本日のラストチャンス、これラストチャンスやで、多分俺のいただきラストチャンス。やっと残り2よ。もうそんなバカな、なんか引かれへんのか。ラストジャッジで割れるの見たことないな。インちゃん、あれ、これお滑りやったらよかったのにな。そして早くも200ゲームのゾーン、非常にまずい。今降格、今降格、降格で勝負じゃ。このまま、あ、おい、次回予告ちゃうんかよ。あー、花見か。ここでなんか引きたいねんけどな。まあ、まだわからん、まだわからん、ここはないけど。ほら、夜来た。ここで引かなあかんよ。前兆で行ってるっていうような雰囲気はあるよね。で、ここでチェリー、ここで強チェタ完璧。なんじゃこりゃ、降格弱チェ、弱いか。なんじゃこりゃ、もっと弱いか。あ、いいよ、行ったんちゃう。あれあれあれ、食堂、食堂って。お次はカレーよ。まだ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 、はあ、ここで何か引こう。さて、微妙やな。お、珍しい、ただ速い、全く見どころないねんけど。お、
なにこれ、珍しいよな。ジンナイオスパッチャー、なにやろ、なんか引いた。俺の歴史にまた生きて、これで外すとかないよな。ここで蹴りをつけて、これで外れるとかないよな。あ、いったいった、よかった。いただきらーし、ないか、ないわな。さあここよ、もうこれ青じゃなかったら負ける。あかん、終わってる、終わってますわ。これの方がいいよね。あー、これやばいな。番長ボーナスさん、せめてねチャンスをくれ俺に。はい、そんな終わり。入場時は左からおすすやばい、何もしてないのにもう千枚ない。俺まで座ってなんか文句言ってるだけで千枚ない。どうしよう。お、お滑る、5回目、お滑るもすでに5回目。驚き入ります。あるある、人事発令、リオーモンじゃ。5の2リオーモン。お、いいじゃん、いいじゃん。あかんの、やっぱりあれじゃあかんの。お、いいじゃん、いったんじゃん。よっしゃ、開いた、珍しいな。あー、よかったー、よかったー。これで青いこう。500や、500。雑魚やわ俺、雑魚やわ今日、俺雑魚やわ。引かれへん。まあここはトドロッケな。一応ノルマはここから214やからな。このままボーナス出たら完璧。何一つうまくいかない今回の実戦。これは間違いなくあの忍者のコスチュームが悪い流れ作ってんじゃないのこれ。でしかも終了264。ここで引き戻しがあるようだったらね、結構粘ってもいいかなとは思うんですが、どうも予兆が弱いですね。編集286。待て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 、ダメー、終わった。お、いいよ、あるんか、あるんか、まさかの、あるやん、まさかの、まさかの引き戻し、ここでまさかの引き戻し。ということでここまで投資は1050枚。ここからやる仕事はただ一つ、頂きのランプを絶対消さないこと。とりあえず初打ちの感想としては、この台結構ツンデレだね。